死神さん。子供の頃、友人がそのまた友人から聞いた話。ある姉妹がとある実験をしてみようということになった。その実験というのが、夜中の午前2時に寝ている人を真ん中にして、二人が左右に立ち、パンパンと軽く2回手を打ってから目を閉じて、死神さん、死神さん、とても怖いものを見せてください。と小さくつぶやく。3分間そのまま目を閉じてからそっと目を開け、真ん中の人の顔を見ると、その顔がその人が死ぬ時にしている表情になっているというもの。あまりにも安直な内容、安直な呪文。そしてどこかで聞いたことのある話にそっくりというチープさに、最初に知った時はお姉さんの方は全く興味が湧かなかった。でも妹さんの方が、やろうやろう、誰かに実験しようと大乗り気で、週末に自分たちの父親で試してみることになったんだそうだ。別に父親に恨みがあるとかそういう背景は全くなく、ただ単に家の中でできるし、その日母親は用事で実家に泊まっていたから、という理由だけで選んだらしい。二人でそっと父親の部屋に入って、気づかれていないことを確認して準備開始。準備といっても、二人で横に立つだけなんだけど。午前2時になったのを見計らって、教わった通りにやってみた。パン、パン。死神さん、死神さん。とても怖いものを見せてください。すっかり信じている妹さんは、3分経つのが怖いような待ち遠しいような。付き合っているだけのお姉さんは、冷静に3分間を知らせるバイブが震えるのを待っている。3分経過したのを確認してから、お姉さんの、行くよ、せーの。で、二人で目を開けてみると、何も変わっていない。あれ？おかしいな。まあ、噂なんてこんなもんよ。気が済んだら寝ましょう。ということでお開き。二人それぞれの部屋でぐっすり寝てしまった。まあ、小学生と中学生にとって午前2時なんてかなりの夜更かしだし。昼近くになってから目が覚めてみると、一階が騒がしい。朝に帰ってくると言っていた母親が、狼狽しながら何やら電話をかけているようだ。大変、大変なんです。主人が、主人が。いつも早起きの父親が、まだ寝室から出てこないことを不審に思った母親が、起こしに行ってみると、布団の中で冷たくなっていたのだそうだ。心筋梗塞だか脳梗塞だか、死因は何かの発作であったと。母親と救急隊員みたいな人が玄関先で、主人はどのくらいの時間に発作を起こしたんでしょうか。まだ詳しくはわかりませんが、あの状態ですと、おそらく深夜0時頃と思われるかと。
などと話している。泣き崩れる母親を見ながら、お姉さんの方が無表情なまま。そりゃ変わるはずないわよね。と言ったのが、妹さんにはとても怖かったらしい。ただの偶然だったのか、本当に死神さんが来たのか。この話が広まってからは、誰も同じことをやろうとする人がいないため、わからずじまいなんだってさ。死神さん。ジンクス。それは俺が小学校4年生くらいの時だったと思います。そのくらいの年頃っていろいろ自分の中で決め事って作りませんでした。いわゆるジンクスって言うんですかね。横断歩道は白いところだけを歩かないと今日は良くないことがあるとか、自転車に乗って学校から家に帰るまで一度も足をつかないといいことがあるとか、それは本当に自分の中だけで決めたものもあれば、友人との話の中から生まれたもの、口先女のポマードのように雑誌などから知ったもの、本当にいろいろありました。そんな中、俺が一番信用していたものがありました。それは目の前を黒猫に横切られたらというものです。目の前を黒猫が横切ると良くないことがあるというのは、まあ一般的に不吉とされている迷信ですよね。これを防ぐというか、横切られても不吉なことが起きないようにするある行動があったんです。これはなぜか必ず実践していました。近所で何匹も猫を飼っている家があり、自分自身あまり猫が好きでないということが、そのジンクスを信じさせる理由であったように思います。その行動とはとても簡単なことです。横切られたら、13歩後ろ向きで戻ってから歩き出す。こうすれば、その後不吉なことが身に降りかかることはない。確か、何かの本で読んだんだと記憶してます。ある夜、始めたばかりの部活の帰り道、すっかりあたりは暗くなっていました。大きな通りは友達何人かで帰ってきますが、自宅の方へと向かう小道からは一人。小道に入ってから、あたりはご近所が数軒あるだけの街灯も少ない寂しい道です。が、ほんの100メートルぐらい歩けばすぐ家です。じゃあなぁ。おう、また明日。挨拶を交わし、友達と別れ、ふと空を見ると昇りかけの月。ネタではなく、今まで見たことのないような真っ赤な月でした。背筋がゾクッとして、何か言いようのない不安感に包まれました。気味悪い。早く帰ろう。いつも通っている道とはいえ、一人で夜道というのはあまり経験のない年頃でしたので、早足に家に急ぎました。そして自宅の4軒隣のたくさん猫を飼っている S さん宅と、その隣の W さん宅を通り過ぎるとき、目の前をさーっと猫が通り過ぎました。黒だったよ。ついてねえな。暗い帰り道。早々に家に帰りたいのは山々ですが、もちろんです。ジンクスを信じている私は、ピタッと足を止め、後ろ向きに歩き出しました。1、2、3、4、5。10歩、11歩。13歩戻ったと同時でした。
猫かい？自分のすぐ後ろから声がしたのです。ドキッとしました。くるっと振り返ると、目の前にその声の持ち主、W 三択のおばさんがいました。いつの間に後ろにいたんだろう。さっきまでは誰もいなかったのに。猫かい？って見てたんだろうか。でも、黒猫が通り過ぎた時は、おばさんはいなかった。そんなことをぐるぐると頭の中が巡っていました。猫なんだろ？暗闇の中で W おばさんがにたりと笑いながらまた言いました。よく見ると何かいつもの W さんとは違う顔をしています。もともと目の細い人でしたが目尻がきっと上がっていて猫みたいだ。瞬間的にそう思いました。ニヤッとした口元もやけに赤く大きく見えました。なんか嫌だ。13歩戻ったし、急いで帰ろう。ええ、それじゃ、さよなら。それだけ言って、家に向かってダッシュしようとしたとき。猫いきなり、おばさんが大声で笑い出したのです。怖い。暗闇での笑い声、恐怖が完全に体を支配していました。もう後ろを振り返る余裕はありません。体中に鳥肌を立てながら全速力で走りました。遠ざかりながらも笑っている声が聞こえます。とにかく走りました。時間にすると本当に10秒くらいだったと思いますが、早く家に、早く家に、とだけ考えていました。そして、ただいま家に飛び込み、息を弾ましている私を見て、母がきょとんとして、こう言いました。どうしたの？猫？母の言葉は、多分本当に偶然だったのだと思います。どうしたの？猫？という言葉にはかなりビビりましたが、その後、早く着替えてご飯食べちゃいな。ほらほら、何ぼーっとしてんだよ、お風呂に入って。など、さっきの出来事は何か勘違いだったんじゃないかと思わせてくれるぐらい、母はいつも通りで、私をあっという間に現実に戻してくれました。まあ、別に幽霊見たってわけじゃないしな。何度か黒猫に横切られて後戻りしたこともあるし、それを以前 W おばさんに見られてたのかも。そりゃ笑われるか。俺もビビリだな。そんな風に思って、その日はぐっすりと寝たのでした。そして翌日の休日の午後。居間で昼寝をしていると何やら話し声がするので目を覚ましました。あら、わざわざ、とか、私も行きたいわ、とか、玄関口で母が誰かと会話しているようです。むくっと起きて玄関口に向かうと、それじゃ、どうも、誰かが帰っていくところでした。誰？ん？ W おばさんだよ。昨日の今日だし、ドキッとしました。なんだよ。わざわざ昨日の俺のことでも話しに来たのかよ。とも思いました。恥ずかしいじゃんかよ。なんて感じで。しかし、母の言葉は、自分をまた恐怖させるのに十分でした。W さんち、家族で一昨日から温泉に行ってて今帰ってきたみたい。早速お土産もらっちゃって。じゃあ、昨日会った W おばさんって、誰？
ジンクス。はい、どうも。呪いにまつわる不気味な話その1をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。影の像と申します。ジンクスっていう話をまあ読ませていただきました。皆さんも何かしらジンクスあると思います。ある意味まあ呪いだなと思って呪いの項目に入れさせていただきました。皆さん何かジンクスってお持ちですか？僕もまあ何個かありまして、現に実際に当たってるものも何個かあるんですよね。その最たるものが、麻雀は誘ったやつが負けるっていうジンクスが僕の中にあります。僕の中にというか、僕の周りで麻雀するやつ全員にどうもありまして、現に誘って勝つやついないんですよね。で、ただみんな麻雀は打ちたいんですよ。だから誰かの誘い待ちっていうよくわかんないことになってます。あとはいいことがあったら絶対に悪いことがあるっていうのも思ってます。運のバランスを取るっていうのが僕の根底にどうもあるらしくて、悪いことがあったらもちろんその分いいこともあるし、いいことがあったらその分悪いこともあるっていうのが僕の中で結構ちっちゃい頃からありますね。まあいいことがあった時に調子に乗る癖があるんで、それで怒られるっていうのが一番でかいんですけど、現に病気、目の手術とかして1ヶ月ぐらいずっと自宅でダラダラしてた時があって、それ終わりの時の麻雀は手がつけられなかったですね。いい意味で当分の間誰も打ってくれないぐらい強かった時期があります。まあそういう経験もあってちょっとそういう風に思ってる節がありますね。一郎のバッターボックスに立つ時のルーティンみたいな、ああいうかっこいいのがありゃよかったんですけど、僕も将来そういうかっこいいルーティンとかジンクスができるのかなと、まあ思ったり思わなかったりしながら、この動画を締めたいと思います。それでは呪いにまつわる不気味な話その2でお会いできましたら幸いです。影の像でした。ほなほな。